で、まあ、しかし本当たくさんの方来てくださって、今日も満を持して吉井さんをお迎えしたということになるんですけど、吉井さんね、はい、このシリーズは大阪クラシック、はい、古い南海のユニフォーム着られてる方いらっしゃいますけども、はい、南海のユニフォームもね懐かしいですよね、はい、懐かしいです ね僕らはこのバファローズのユニフォームはこれボタンついてないですよね。カブリのユニフォーム でした。南海のユニフォームはボタンついてるんですよ、ね、前焼きですもんね。あれに憧れてた時もありました。あ、そうですか。あのユニフォーム着たいなと思ってる時がありましたね。流行りがあってね、当時はね、大体かぶりだったんですけど、はい、南海ホークスだけボタンでしたね。確かにそうでしたね、はい、その南海戦ということになると、まあ、本当大阪同士、はい、藤井寺日生もしくは大阪球場でやるというね、はい、もう本当大阪対決だったわけなんですが、そうなんですよね、はい、でも南海ホークス僕すごく苦手でして。あ、そうだったんですか。ある時あれ多分初先発だったと思うんですけど、はいはい、大阪球場でその日 NHK の放送があったんです。全国中継ですね、はい、でその時に、和歌山のお母ちゃんに電話して、はい、今日テレビ出るんで、はい、録画しといてねって言って、うん、ゲーム行ったんですけど、はい、中継が始まる前に、はい、ノックアウトされました。あ、そっか、試合開始と同時に中継はスタートしないんですよね。そうなんですよね。しかもそのゲストの人の経歴を説明してる間に、はい、終わってしまったらしい。辛いなんか悲しい思いですよね。あ、そういうなんかイメージもあって南海はあまりこう得意ではなかったということなんですね。そうなんですよ、はい、昨日門田さんでした、ね、はい、そうですね、門田さんも抑えられなかったですし、あと山本ドラさんも抑えられなかったですね、はい、あと佐々木誠で同期生がいるんですけど、ね、はい、あいつも抑えられなかった。まあ抑えた人出てこないですね。あ、そうですか。本当に苦手でしたね。まあ、でも実はその南海ホークスも1988年の10月の15日のゲームを最後にね、はい、まあ、そこからこう九州に本拠地を移して、はい、そのオーナーシップも大英に変わって今ソフトバンクなんですけども ね、最後の試合が南海対近鉄だったじゃないですからしいんです ね、あの時はもう、はい、もう初めて1軍でフルイニングで、シーズンをね、はい、必死だったからその試合が最後どんだけ大事な試合かっていうのは分かってなくって、なるほど、記憶に残ってないんですよね。ねえ、はい、でもしかも 10.19 の4日前なんですよね。そうなんですね、実はね。しかも勝ててる試合なのに、うん、なんで吉井出せへんかったんやって、そういう記事最近になって見たんですけどはい、はい、僕は休めてよかったと思ってあんまり深く考えてなかったんですよね。あ、そうですか、はい、まあでもそんなことで今日もね、南海ファンの方もたくさんおいでになってますし、はい、やっぱりこの80年代のユニフォーム同士でこの、それぞれの、まあ、若い選手たちも自分たちのこの球団の歴史を知るっていうのは非常にいいことかもしれませんね。もっともっとやってほしいですね。これアメリカの話で申し訳ないですけど、うん、大リーグはやっぱりみんな選手、過去の名プレーヤー、名プレーヤーじゃなくてもみんな大体知ってるので、うん、はい、日本のプロ野球選手もそういう風になってほしいな、ね、先輩たちへのリスペクトを忘れないでほしいと思います。そうですよね、はい、吉井さん皆さんご存知だと思いますが、もうメジャーでも活躍をされましたね。日本とメジャー、はい、アメリカの野球の違いっていろんなことがあると思いますが、はい、今一つ挙げられたその球団の歴史を大切にするこの OB に対するリスペクト、これも本当にアメリカが本当にこう野球を大切にしてるんだなって感じしますもんね。そうですね、つい先日も、はい、ジャッキー・ロビンソン、みんな背番号42番、ね、全員背番号42番、イチロー選手も42番、これ全球団の選手が42番つけるんですよ、はい、ね、そのうち王貞治デーとか長嶋茂雄デーとかなって全員が背番号1や3番で、ね、去年ライオンズがね、1球団だけでしたけど稲尾和久さんを、まあ、しのんで全員が24番つけ た、ね、試合あったんですが、はい、そういうイベントがこれから日本でも増えてくるかもしれませんね。そうですね、ね、ちなみにこれ自分の話で申し訳ないですけど、はいはい、僕毎週日曜日ストッキング上げてたんですよね、はい、これのきっかけはやっぱりジャッキー・ロビンソンの影響で、毎週日曜日はもう昔の野球選手に敬意を表してオールドスタイルで、はい、はい、まあ、僕は長嶋さんをイメージしながらやってたんですけど、アメリカでも。なるほどね、まあ、こういうのもありですよね。それも吉井さんの中のこだわりで、そういうふうにされてた、ね、こだわりでしたね、はい、なるほどね、